この経験を糧に。今回は夜会ガチャに挑戦。みんなとっても艶っぽい。全員取らざるを得ないので、出るまで回し続けます。ひどかったのでダイジェストで。34連目。よし。若様、私のサトンの術からは逃げられませんわよ。たとえ若様が拒絶されようとも、このテッカイン香る無理やりにでも従いますか。怖いけど羨ましい。風魔の女は癖が強い。 R で大苦戦。もはや地獄の様相。53連目。星野美月、これより潜入任務に当たります。けれど、さすがにこのドレス、露出が高くありませんか？すっごく似合ってる。任務は失敗すると思うけど、なかなか出なくてきつかった。でも、本当の地獄はここから。チケットだけが消えていく。205連目で初の SR 終わって。215連目で初の SR 終わって。潜入任務の準備完了だ。エスコート期待しているぞ。あんまりジロジロ見ないでくれ。なんだか照れてしまう。かわいい。ただただかわいい。それ以外ない。疲れた。もうすべてが限界。生き残れてよかった。これで今回のガチャは終わり。過去最悪の大惨事。こんなに SR が出ないとは。まあいい経験だったと糧にして、紅たちに癒してもらいながら、次に備えたいですね。もう二度とこんな地獄は見たくない。ご視聴ありがとうございました。のんびり動画を作っていくので、今後もよろしくお願いします。